家でね、実はね、飼い始めたね、鳥がいるんですよ。そう、いや、たまちゃんっていうあの鳥なんですけど、よく鳴くんですよね。そう、いや、もうカウントだなんて失礼ですね。たまちゃんっていうね、たまトーンがね泣くんですよ一人でに。みんな X 見ました？見てくれました？見たよね見たね。コメントした？したね。昨日のコメントですね。ん？今日のコメント？今日。ああ、なるほど。まあ、難しいですよ、頭トーンというものは。難しいです。おたまトーン。ああ、髪型をみんな流す。こっちってこと？今こっちで結んじゃってるから流せないかも。今こっち右だよ。高めでもする？あ、めっちゃ拒否しちゃってるダメだって。こんばんは。モッチ、忘れっぽいモッチだ。ごめん、ちょっと、やね、やっほー、やね、まあ、いろいろとあったんですよ。ごめん、もち今度話したいからお話書いて。バス乗るときにそんな音？わからないって。こんばんは。初見です。ケンギー押しちゃった。ハトのほうほうほう弾けないってさ。どうしちゃう。ジョナス・エリク？盛大にダメらしい。ブブーだそうです。もうこれからね、その、まあ、この今回は X であげた動画は、まあ、そのうるさい
あの、まあ、YouTube とかそのニュープロジェクトでね、そう YouTube とかに上げることができたらいいなっていうふうに思います。同じものをね、違うやつとかじゃなくて、そう、あの今回これからそのたまたま弾いていくときに、ショールームとかでねこうやって練習してから多分載せることが多くなると思うんですよ。で結構弾いて編集してた時にね気づいたんですけど、とても編集が難しいことに気がついて、とても大変なので、なんか頑張って作ってみました。ウクレレ、いやウクレレは弾くとは言ってないよ。え？あげるとも言ってないよ。そう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 。だからもうこれからはその。なんか いや一応ねイゾナイ中ウクレレもまあありますよ。ちょっと今ね誘ってます。いや、ウクレレはもちろんね。今はまだ仲間じゃないです。またね、仲間になることを期待してます。でも、この間出した。ウクレレはちゃんと出してるよ。こういう時、もうショールームとかでね、ちゃんと見てないんじゃないの？は？なんか切れられた。藤子、藤子お母さん、藤子。藤岡さん、ありがとうございます。お話し会の枠、優先枠は、ただいまリアルお話し会を優先的に、おすすめしておりましてですね、リアルお話し会のノピがおすすめしてた枠の、あと8月11日の、4時間目はなんとありがたいことに完売しましてですね、本当に皆さんありがとうございます。12日もねできればね来ていただきたいなっていうふうにも思っております。その日はね私カラオケで歌うので、そうぜひ来ていただけたらいいなっていうふうに思います。で次は実は12月そのリアル話し会、あと一つが大阪でリアル話し会があるんですけど、その時にサイン会っていうのが実はありまして、でサイン会をおすすめとしております。よろしくお願いします。そのサイン会の時間がいつかって言いますと、ちょっと待ってくださいね。なんか最近ね、ちょっと待ってくださいねっていう時にね、塩ちょっと待っててくださいねって言ってるんですよ。そう、3時間目、お話し会だと、1、2、3時間目あって、その、リアルお話し会の3時間目を、一番おすすめしてるんですけど、社員会は、今回の話し会で1回しかないので、社員会もおすすめしております。なので、2時間目と3時間目を、おすすめしております。で最初の仮の時はツーショットがありがたいことに完売しまして、そうなんですよ、本当に皆さんありがとうございます。
で今回はサイン会が今回の話し会で1回しかないから完売できたら私的にはとても嬉しいなって思っております。皆さんにねそのサイン皆さんからにサインをそのお渡しすることができるのが今回のお話し会だとここしかないっぽいから、そうなのでお願いします。サイン会2時間目です。よろしくね、待ってるよ。お話し会だと3時間目です。はい、よろしくお願いします。ゆきこちゃん、中学生との接し方が多分わかんないかな。ナピは中学生だと思わなくて全然大丈夫です。本当に大人面と同じように扱っていただけたら全然大丈夫です。なんか中学生だと思って話さなくても大丈夫。みんなそう言ってる方がとても多いんですけど、話とかがついていけないとか、なんか最近の中学生の話題とかあんまり、ね、その言ったりとかはしないから、そう流行りについていけなくても、私が流行りについていけないから逆にみんなから教えてもらうこともあるかもしれないし、その本当に大人面と一緒のように扱っていただけたら、はい、接していただけたら嬉しいです。あ、リアル話会、カリさんありがとう、よろしくね、広島。確かにツーショットないのはちょっと残念ですけど、まあ、前回ね会って、まあ、今回のねリアル話会2日間にわたるんですけど、8月の11日11日よろしくお願いします。うん、リアルに大きにって聞こえてきた。おお、なんか大きにって大阪とかですよね。結構ね昭和の人なので、そうなんですよ、話題の具体例とか、そうですね、まあ、例えばまあなんかその流行りだったら玉トーンとかね、なんかそんなの日とか、まあ、あとX の話題とかでですね、自分のツイートしたこととかでもし言っていただけたら、そういうので反応したりとか、あとは例えばその、まあ、お名前が分からなかったらお名前を聞きしたり、そうですね、自分の主な推しとかそういうのを聞いたりとかはしますね。昭和の話題とかっていうと、そのやっぱり皆さんからそういう話題が出てきたら、なんかそういう話でね盛り上がったりもしれるんですけど、ナピからね、まあそういう言葉がポロッと出て、そこから話題が盛り上がったりとかっていうのもあったりして、短い時間だとそのナピとお話ししててもなんかそういうね話題がね出てこなかったら結構悲しいことになっちゃうので、なんか。長い時間お話できたら嬉しいなって思います、皆さんとは。大人やし、中身はねみんなと同世代なので話は合うと思います。こういうこと分かるとか言われても大体のことは分かると思われます。ああ、そうね、中学生メンバーであるあるの事故は起きないっていうふうに言われます。はい、そう、中学生で意識する方がほとんどいないので全然大丈夫です。なんだろう、
無理はしてないよ。なんか緊張してて話すことができない方がいたら、もうそれはもうあのそのナピが盛り上げますので、精一杯イエーイって言って、はい、盛り上げるというか、まあ、楽しく会話がねあのできたらいいなって思います。そう、最初はシャイでも3回ぐらい来ると全然もうラフに話せると思います、ナピちゃんとなら。そうそうそう、カープとか野球の話とか、まあ、ちょっとねあの最近本も少しずつ少しずつ勉強中なので、ね、まだついていけないところはあるかもしれないけど、そういう話とかもちょっとできます。はい、と思う。ちょっと待って、なんかねその名前だけで例えばどんな感じの、いいと思う。あ、漫画、あーおーあー、ちょっとこれは知らなかったありがとう。まあそのね、こういうね知らないものもあったりしますけど、なんか大体は分かります。へえ、あれあれみたいだね、アムロ行きまーすみたいな、そういうのに似てる、画像が若干似てるようで似てないけど似てるね。どんな時声、わかんない、昭和でギャルでもある、あーいや、チョベリクとかね、そういうところはちょっとギャルっぽいかもね。恥ずかしいけど、恥ずかしかったらもう、恥ずかしかったらちょっと勇気思って来てほしいかもな、なんか。そしたらのびちゃん盛大に喜ぶので。ラーメンの話題は全然いいよ。なんかこういうラーメンが美味しいんだとか、どこのお店が美味しいんだよねとか言ったら、あ、そうなんだって。その自分がそんなにそのラーメンを食べたことがないから、そういうところに行ってみたいとか思うし、なんかそれをきっかけでラーメン食べてみたいとか、そこのラーメン行きたいとかあったりするかもしれないので、全然話題でも良きですよ。何でもいい。見つめ合うと素直におしゃべりできない。おー、なるほど。じゃあ私の目から下を見てていいよ、そういう時は。ナピは目を見るけど、そう、全然話していくうちにね、きっと目が合うようになるよ。その、ね、名前を覚えたりとかを教えていただいて、なんか覚えたりとかそういうのがあるのは、大体もう3回目ぐらいがもう結構定着してくる時期なのかなっていうふうに思います。至近距離の、嬉しい。ナショナルキッド、ほんとね、なんかコアなものを、漫画かな、ナショナルキッド、あ、出てきた、漫画だね。漫画も、こういうのあるんだ。なんか教えていただいたらそれを見ることもあるし、知らなかったら知らないけど、まあ、今度その見てみて、おおって。北斗の拳はわかるよ。うん、星の子がまた始まってるけど、その星の子に関してはまあ、それはまた別、なんかまだ1話とかならいい。
あの1話とかその2話ぐらいまでなら全然いいけど、そこらの話はちょっとナビも分かんない。ああのさ、あのコンビニエンスストアであのコンビニでね売ってる推しの子のさやつあるじゃん。なんかさ、あの主役が当たらないのはなぜなぜ、モブキャラが出てくるすいませんすいません、あ、なんでもないですのりょうすけ、あのちょっと刺し殺しちゃった愛のこと、多分これはプロデューサーさん鈴木まさやさん、あ、違うわ、鈴木じゃないわ、カブラギだこれはナルシマメルトさん、なんかあれで見たらナルシスト、うん、なんで私はアイちゃんとかルビーちゃんとかルビーとかアクアとか欲しいんですけど、なぜでしょうっていう感じ。あとノーピの話が癒しなので、ぜひ皆さん癒されたい方とかあ来たらきっと癒されますよ。うん、いいよ、乃木坂さんの話でも。わかりやすい。そんなことは言わないよ。うん。偉い、ソーラさんも偉いね。3期生さんに行かず、のっちゃんとこにおいで。いえ。偉いぞ。こんばんは。幕張でナピン取られました、嬉しい、やったよ、ホッホしてそう、ホッホしているよ、いつもね癒されてます、ホッ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 、癒されに来てください。いつも何時ぐらいに配信してる、大体朝の7時半ぐらいからとか、まあ、夜だと7時から、あ、もう57分ですね、結構早いです。ああ、では皆さんおやすみなさい、またお話ししましょう。先生、石間太郎さんありがとうございます、ありがとう、テレビーズホリさんありがとう、Thank you、 イルベリーズウラベさん Thank you very much、 ありがとうございます、テニーズメグロのコーチさん Thank you、 ありがとう、ヤッホー、テニーズハシピさん Thank you、 ありがとうございます、エンエンシピンさんありがとう、セミのエゾオツダトムピさんありがとうございます、 Thank you、 セッエイズシュッコさんありがとうございます、エンエケトシーさんありがとう、ケトシーありがとう、エイズホテルイカユデビさんありがとう、ユデビセッエイズテンファイヤーさんありがとうございます、バイキスンだよ、エンシカンエスピピトマトさんありがとうございます、ヤッホー、エンフェッエンナカちゃんさんありがとうございます、そしておめでとうございます、パフパフギリギリ、またね、バイバーイ、 See you、 ギリギリ背中が言えないよ、強がって微笑んだ涙の涙が愛する、チューッドゥルトゥトゥトゥルドゥトゥルトゥトゥトゥルドゥトゥルトゥ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 ルトゥルトゥ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 ル、バイバーイ、またねおやすみなさい、寝ないけど See you、 パオパオパオ、バイバーイ、またねー、ジン、おきにね、案外早かったわ。それでは皆さんごきげんよう。バイバイ。